どうもピエルです。今日パリにいます。ちょっと散歩しましょう。晴れですから、日曜日ですから、たくさん人を買います。男性の手はどこですか？このところはチュイルリー公園です。パレロイヤルです。たくさんの白いと黒いタワーがあります。ここでうなぎを食べました。美味しかったです。5時ですけど、和食のレストランがありました。そして食べました。うなぎは。パリのオペラです。有名なガレリー・ラ・ファイエットの店の建物です。ピエルでした。チャンネルに登録してください。バイバイ。